紫めっちゃ飛び寄るね、なんか。セクシー多めですか？かわいい。皆さん、こんにちは。ただいまのアイロトーン時刻は2023年2月20日月曜日の午後0時32分です。今日はプロのダンサーさんをお招きしてカーニバルのお祭りを開催しています。ぜひ広場に踊りにいらしてくださいね。ちょっと服と頭の差が激しいけど。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回は、あれやんね。カーニバルや、カーニバル。なんかめっちゃ近づいてきた。あ、ありがとう。ありがとう。なんだかお久しぶりですね。お元気でしたか？お話ししたいことがあったんですけど、何だったかしら。日にちが経っちゃったんで忘れちゃいました。あふん。あるある。なんなら数時間でもある。めっちゃ紙吹雪散らすやん。カーニバル久々やね。ん？びっくりした。もう転がしよった？どうも。私だけめちゃくちゃ普通な格好したんやけど。はい、オドリーナ、サワリーナ、私ベルリーナ、ビバカーニバル。またあれか、羽集めのやつか。私はベルリーナ、カーニバルのダンサーよ。今日は年に一度のカーニバル。踊って、騒いで、楽しみーな。で、あなた、せっかくのカーニバルだっていうのにそんな格好しちゃって。今日は年に一度のカーニバルなのよ。ほらほら、もっと盛り上がりなさいよ。そうだ、せっかくのカーニバル、こんなお楽しみはどう？ふわふわ飛んでる羽を集めてくる遊びよ。とっても綺麗な虹色の羽、あれを持ってきてちょうだい。他の色の羽ももらってあげなくもないけど、その場合は3枚いただくわ。虹色やったら1枚でいいか。羽を持ってきてくれたらその色に応じたご褒美をあげちゃう。じゃあよろしくね。ふわふわ舞っている羽を集めてもよし、自分で作ってもよし、とにかく私のところに羽を持ってきてくれたらとってもいいもの投げちゃうわ。誰かと話しようかと思ったら全然一人やった。あれ、君とお話するのは久しぶりだっけ。じゃあ昨日僕がいっぱいおしぶりしてたのは夢の中の君だったのか。だぞ。夢に私が出てきたのか。あ、どうも。まあお久しぶり。何度か見かけた気もするんだけど、用がないと意外と話さないものね。私の方は特に用事がなくても気軽に話しかけてくれていいのよ。だってば。とりあえずさ、全然羽飛んでないんだけど、なんかね、紙吹雪はめちゃくちゃ飛びようんやけどさ、羽なくない？虹色1枚か他の色3枚よね。雪の結晶は、おあったぜ。イエーイ、紫の羽ゲット。んー、セクシー。さあ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 、あそこにも紫あったけど川に落ちてったな。あれは取れないか。あー、あるな。あ、待って、ここに私ツタ取ったんやった。違う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 、登りたい。あ、よっしゃ、これで2つ目紫の羽ゲット。いいね。なんかもう最初の頃にさ作ったはしごがもう全く意味をなさない感じにこのツタができたことによってみじんも必要なくなったね。もう持ち歩きより必要もないかな、はしご。一応ずっとカバンの中に入れとんやけど、あれやな、もう収納箱の方にしまってきてもいい感じやね。紫連続で2枚集めたけん、あと1枚あれば持っていけるよ。え、てか羽少なくない？こんなにも待ってなかったっけ、羽って。いや、カーニバルの時さ意外とスッスッと集めあった気がしたんやけどな。え、てか何種類あるんやっけ、羽の色。とりあえず、おなんか風船も飛んできたけど、あ、青もあるやん、あそこ。ちょ、待って待って待って。今ね、ちょっとプレゼントより羽なのよ。プレゼント、普段から飛び寄るけん。はい。おっしゃ、青。青い羽ゲット、クールだな。よし。で、とりあえず、
もう今のところ羽はねえか。じゃあちょいと、へいへい、こっちだこっちだ、この辺か。よし来たー。さあ中身は、氷山の壁。これ覚えてないやつやね。ふんふん、氷山の壁のレシピを覚えた。これさ、なんか匠ライフのスマホケース、これなんかポストに届いとったんよね。よし、びっくりした、めっちゃ走って近寄ってくるやん。お、またふんころがし。あ、待って、とりあえずあれか、紫の羽渡しとくか。あ、青飛びよりやん。違う。今日は賑やかな紙吹雪のおかげで僕のお祭り気分朝から盛り上がりっぱなしだよ。だぞ、ワインだよ。羽はあれか、蝶みたいに消えない。よし、青い羽ゲット。はい、どうぞ。あ、紫、羽は持ってきたのかしら。ってあなた、同じ色の羽を3枚持ってるじゃないの。いただくけどよろしいかしら。っていうか、ちょうだい。どうぞどうぞ。それじゃあ遠慮なく。はい、紫で、また紫やってね、そこ飛び寄ったの。 Are you ready? Let's dance! これさ、色に応じた景品って言ったけど、何がどう応じとんやろ。よくわからんねやけど、ダンスの種類が違うことはわかるよ。セクシーカーニバル、ちょっぴり大人なダンス踊っちゃったわ。あなた、よくやったわね。今回のご褒美はこれよ、カーニバルのパラソル。パラソル持っとった気がする。この調子よ、どんどん持ってきてちょうだいな。みんななんかめちゃくちゃ近寄ってくるけど、別に特に何があるわけでもないよね。紫の羽、よいしょ。とりあえずゲットしたやつ並べていこうと。なんか前回もそうしよった気がする。いや、まあ多分持っとるとは思うんやけど。え、もうあれやん、カーニバルとは全然関係ない商品なわけね。商品、景品なわけですね。なるほど。え、虹色のやつ以外って関係ないんやっけ、カーニバルと。いや、それはそれで別に。それはそれで別にね、いろんな家具集まるけんいいんやけど。2枚か。紫めっちゃ飛び寄るね、なんか。セクシー多めですか？色に応じたって言うけど、別に、これセクシー系じゃないしな、この家具。どちらかといえば可愛いんだけど。あ、ごめん。殴った。はい、紫の羽また持ってきたよ。はい、よろしいです。あ、なんか虹色の羽飛び寄るんやけど。ちょっと早く早く。はい、虹色の羽飛び寄るって、後ろ、右後ろ。腰振って、刺激的、大人レベルリーダー、セクシーカーニバル。さあ来い、カーニバルの紙吹雪マシン。いや別にカーニバル景品、カーニバル家具とそうじゃない家具両方もらえるということか。なるほど。で、そこの虹色の羽見えねえんだが、どこ、まだある、見えないって。え、この木の鍵ぐらいにあるよね。え、消えた。いや、そこにある。え、ある。こっちに来てる、こっちに来てる。は、え、これ違うやん、緑やん。なんで虹色に見えたんだ。はい、どうぞ。青い羽、羽持ってきたのかしら。お、はい、青い羽持ってきました。どうぞ。なんか小学生の時にさ、やたらなんか羽の募金のやつあったやん。あれなんかいろんな色のやつあったよね。ただそれぞれで多分何の募金か違っとったはずないけど、全然覚えてねえな。クールなカーニバル。え、青い羽もあったよね。
赤い羽と青い羽と緑の羽もあった気がするんやけど、気のせいか。クールなダンス。あなたやるじゃない。カーニバルのパーカッションをご褒美にあげちゃうわ。パーカッション。この調子をどんどん持ってきてちょうだいな。よし。カーニバルのパーカッション。これか。ドン。いいね。最後のパシ。これとりあえず羽集まったんじゃない？また叩こうとしたやつ。はい、集まったよ。え、一種類だけかな。どうぞ。勝手に、なんなら勝手に回収してってくれてもいいんだよ。あ、紫と緑あるね。緑にするか先に。今のところ、紫と青を渡したんよね。で、緑。あと赤か。揃ってないのまだ。爽やかな風が吹く、浮かれて踊りーな。ビバカーニバル。はぁ、踊りまくるのって最高に気持ちいい。あなたよくやったわね。今回のご褒美はこれよ。カーニバルのガーランド。壁に飾るやつか。まだまだ羽が欲しいわ。もっと持ってきてちょうだいな。はい、羽渡しましょう。はい、次は紫ね。よろしいです。まとめて選べたらいいんやけどな。まあ、でもダンスが違うけん、あれか。ダンスも続けてやってくれたんでいいんやけどな。はい、セクシー、きたきた。色的には、赤と緑と青と紫、4種類ってことかな。で、あと、まあ、まだ見れてないのは、赤。今の何やった？羽がないとダンスのインスピレーションが湧かないのよね。また持ってきてちょうだいな。何か見れてなかった。とりあえず、カーニバルの屋台。めっちゃ横向きなんですけど。ちょ、待って、ちゃんと正面向けておきたい。はい、これがカーニバルの屋台。とりあえず、戦利品を並べていくね、ここに。これ？カーニバルのパラソル。あ、で、あとガーランドか。これ多分、室内よね、これは。あ、飾れる。あ、違った。こういうやつか。なるほどね。ちゃんと支えてくれるのね、下。あ、青あるよ。イェーイ。あ、何かと思ったら雪玉があったんや、そこ。青は2枚。あれこそ虹色。待ってくれ。ほらー！やったね。わーい、虹色の羽ゲット。これは珍しい。やった、これは全種類いけるな。まあ何かしら。って、あなたが持ってるの虹色の羽じゃない？いいな、いいな、それ欲しいな。いただいちゃっていいかしら。いいよ。早く、さあ早く。虹色をご所望やけん、先に虹色。青渡せんかった。虹色を持ってる場合、こっちが最優先なんね。レインボー。はい、踊りーな、騒ぎーな、私嬉しいな。ビバカーニバル。おー、正面向いてくれないかな。最高にハイな気分だわ。あなたやるじゃない。カーニバルのランプをご褒美にあげちゃうわ。でも虹色でもなんか、特に変わったものじゃないよね。まあ、枚数が少なく済むっていうだけなんか。虹色は虹色で特別なものをくれたらいいんやけどな。それでしかゲットできんみたいな。あ、でもそれやったらゲットできん人が出てきたりするんかな。カーニバルのランプ。かわいい。んで、はい、青が集まってるよ。はい。青い羽を持ってきました。なんかあれやね。一番最初のやつ以外は全部カーニバル家具やね。なんで最初のだけ違ったんやろ。しっとりと踊りーな。ゆったり踊りーな。クールなカーニバル。踊りの差もよくわからんけど、全然クールじゃないけどな。今回はいつもよりクールなダンスじゃなかった？え、伝わってないの？伝わってないよ、全然。カーニバルなバルーンランプ。
はい。めっちゃサクサク集まるよね。最初羽少ないとか言ったけど、全然少なくねえわ。めちゃくちゃあるわ。あ、でもあれか。この家具の色？なるほどね。今さら。いや、もしかしたら前回の時には言おったかもしれんけど。なるほどね。色が対応しとんね。じゃあ私、紫率やっぱめちゃくちゃ高いわ。紫のカーニバル家具めっちゃあるわ。はい、紫。集まったよ。これ2回目からさ、スキップ機能をつけてくれてもいいんだけど。でも毎回見たい人もおるかもしれんけど、見たい人は見たい人でね、そのまんまにしとけば見れるって感じにしたら。大人のベルリーナ。さあ来い。今回はカーニバルのステージ。お、いいね、ステージ。羽がないとダンスのインスピレーションが湧かない。持ってくるよ、ちゃんと。じゃあまずこの辺にカーニバルのステージ。じゃん。お、シャンティの真下にできたステージ。あ、赤。ね、赤があるんだけど。はい、どうぞ。緑持ってきたよ。はい。まあ、こんなん持っとってもね、しょうがないけん。でもあれか。このイベントが終わった後、緑の羽だの、赤い羽だの、部屋に飾っとくこともできるかな。まあ、床に散らばしとくぐらいかもしれんけど。さあ、次はなんだ？カーニバルのフラッグ。一応、あの、2枚目の赤い羽が欲しいんすよ。お、あなたかなりの数の羽を集めてくれたじゃない。じゃあ最後に、これはできるかしら。虹色の羽を3枚持ってきてちょうだいな。それと引き換えにスペシャルなご褒美をあげちゃうわよ。さあさあ、気合を入れて集めてきなさい。最後？待って、私赤い羽、赤い家具もらってね。でもあれなんよね。え、私、あれか？いつもサクッと切り上げよったけん。切り上げてなかったかな。気づかんかっただけか。最後のスペシャルなご褒美は虹色の羽が3枚ないとあげられないわ。夫婦を持っているのを捕まえるなり、自分で DIY で作るなりして、なんとか集めてきてちょうだい。もう他の色を全く受け付けてくれない。赤い家具くれよ、おい。赤い家具をくれよ。さあ、受け取っておくれ。最後のスペシャルな、ごめん、殴った。羽を持ってきたのかしら。あら、あなた、虹色の羽3枚揃ってるじゃない。よくやったわ。いただくわよ。いいわね。どうぞ。そんなに睨まなくても。スーパーレインボー。はい、踊りーな、騒ぎーな、私嬉しいな。ビバ、カーニバル。イエーイ。でも、もらったことあるかもしれんな。かぶ。もう一丁、踊りーな、騒ぎーな、私ベルリーナ。あ、なんかこの流れ見た気がする。ってことは、もらったことあるか。おう、素晴らしい。なんでそっち向くの？完璧。私のダンスがここまで高まったのも、あなたがくれた羽のおかげね。あのでっかい鳥のやつかな。それじゃ、スペシャルなご褒美。カーニバルなフロートよ。どうも。派手派手でゴージャス。いかにもカーニバルって感じなのよ。ありがたく思いなさいな。また羽を集めてきてくれたらご褒美をあげるわ。引き続きカーニバルを楽しんでね。あ、なるほど。今のをやった後でまた引き続きになるわけね。じゃあとりあえず、あ、なるほどね。そっか、虹色の羽作ったけん、もう数が足りてないんや。じゃあとりあえずこれで一通り終わったっていうことかな。よ、多分あの鳥のやつよね。これも出してなかった。んで、カーニバルのフロート、ほらほらほら、持っとるわ。めっちゃ普通に持っとるわ。こんな感じ。さあ、てことで、今回の戦利品は、まあ、こんな感じやね。あ、結構集まったんじゃない？よきよき。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、めちゃくちゃいっぱい集まったな。え、虹色の羽、前も3枚集めたってことか。じゃあ普通に作っとったんやね。しかも、あの最後まで行っとったってことか。スペシャルなところまで。全然記憶にねえな。